はい、こんにちは。えー、今回はですね、あの、ヤーベ一族ですね、ヤーベ一族。えー、それをですね、ちょっとサザエさん一家で、えー、例えてみます。ヤーベもちゃんと一族があって、まあ、お父さんヤーベ、ナミヘイさんヤーベがいて、それでサザエさんヤーベがいて、マスオさんヤーベがいて、そしてカツオ君ヤーベがいて、まあ、カツオ君ヤーベをですね、今回ちょっと主役のエンキっていう、エンキっていう人に例えますね、エンキっていうヤーベに例えますね。 で、まあ、あと、妹の若めちゃんやはりもいるんですよ。ちょっと昔の言葉なんで覚えにくいんで、はい。で、まあ、お釈迦様の言葉の中にですね、まあ、この全創造世界には、えー、あ世界って言うんですけど、お釈迦様に言わせると、この世界には、まあ、体性のものであり、乱世のものであり、意識のあるものであり、意識のないものであり、まあ、足がいっぱいあるもの、足がいっぱいないもの、っていう言葉なんですよ。いろんな生命体が生きてると。で、そのうちの、えー、 体制のものであり、卵性のものでありっていうお釈迦様のこの言葉の中の、ヤーベっていうのは、卵から生まれるわけじゃなくて、えー、体制で生まれますね。要するに体からちゃんと男女が交尾して、えー、体制で生まれます。赤ちゃんが生まれますと。これがヤーベのまず一つの特徴ですね。はい。でですね、ヤーベがいつ頃来たのかっていうのを考えると、まあ、一応、えー シュメールの神話の本ですね。日本語訳したのがあって、それから、それをちょっと最近見たんですけど、アブラハムが、アブラハムが生まれたのが、バビロン王朝の一番最後の時に、ウルってところに生まれたんですよ。バビロン王朝。ハンムラビ法典で有名なバビロン王朝っていうのは、大体シュメールの本で言うと、えー、紀元前1900年、紀元前1900年に生まれて、大体4000年ぐらい栄えて、1600年ぐらいに、 滅びたんですよ1600年ぐらいに滅びたのがバビロン王朝で、そのバビロンの首都であったウルってところで、アブラハムが生まれたんですよ。これがアブラハムの誕生ですね。で、このアブラハムのところに、えー、ヤーベ、カツオ君ヤーベだと思うんですけど、エンキって言うんですけど、カツオ君ヤーベが降りてきて、そして、これこれアブラハムよ。これからお前から、えー、広大な数の、えー、ユダヤ人が生まれると、お前の孫から、生まれるとヤコブから、 10人の子供が生まれて、それがエジプトで広大な数になると。で、それが大体1250年ぐらいに、アロンと、えー、アロンとモーゼと、あとまたカツオ君やアベが降りてきて、3人でラムセスにそのところからエジ、エジプトから、えー、イスラエルに移動すると。で、この1350年間、イスラエル大地で国ができると。それはダビデオとかソロモンの国であると。で、その最後にイエス・キリストが生まれるけど、ローマが来て滅ぼされて世界中に散らされると。 こういう時代ですね。ですから、アブラハムが大体1000、ちょうど600年で、ちょうど、アブラハムって500何歳ぐらいまで生きて、で、大体1300年ぐらい、1000、マイナス1250年ぐらいに、えー、っとア、アロンとモーゼと、あと、カツオ君やべが、ユダヤ人を移動させたと。で、その時に10回、10個の災難をラムセス2世に、エジプトのラムセス2世にやって、その10個目が杉越しの末になって、で、今回の、 今年の、えー、ユダヤ人の水越しの祭りの時期に、そのご飯をみんなで、ポーサスの食事会で食べますと。ですから、こういう期限なんですよ。大体ですから、1600年ぐらいに、アブラハムが生まれて、1900年ぐらいにバビルの大長女ですね。で、その前がですね、いわゆるシュメール時代なんですよ。で、シュメール時代は大体ですね、紀元前8000年、紀元前8000年から、 えー、王朝が何代もあるんですよ。1、2、3、4。だいたい4王朝ぐらいに分かれてるんですよ。で、このですね、えー、紀元前8000年から、えー、6000年ぐらいがシュメール時代ですね。この6000年間は、いわゆるアダムから、えー、まあ、何回も滅び去ってんでする洪水、で、まあ、ノアまでの時代ですね。はい。で、この6000年間っていうのは、だいたいみんな950歳ぐらいまで生きちゃうんですよ。 アダムからずっと950歳ぐらいまで来て、で、ノアも結構生きてたんですよ。900歳ぐらいまで来ました。何百歳も来ましたね。はい。で、この6000年間の歴史ですね。この時代はですね、ヤーベとシュメール人が一緒に暮らしてたんですよ。で、ヤーベがなんで地球に降りてきたかっていうと、それは移住ですね。移住。移住のために降りてきました。もともとヤーベの世界っていうのも、貨幣世界で、ヤーベっていうのは地球に来て、その、近畿のを目的に降りてきたっていうのは900世紀に書いてありますね。 で、移住してきて、やっぱ通貨制度を始めて、企業土台ベースにした通貨制度、交換する通貨制度を始めたみたいですね。あの、まだ、あの、仮想通貨はなかったんですね。ヤーベの頃には。はい。でヤーベってもともとですが、地球の文明の人じゃなくて、この、インドの図面で見ると、この世界は魚の、えー、世界であったと。で、この世界も魚、亀の世界であったと。魚の世界。 で、獅子の世界とかもあったと。で、ここは人間のブッダの世界であると。要するに、ヤーベが来たら、ここは獅子の世界ですね。ヤーベがもともといた世界っていうのは、まあ、爬虫類系の生物の世界、知的生命体の世界で、そこにはやっぱり文明があって、その土台には如来がいたんでしょうね。爬虫類系の。で、西法、像法マップがあって、だけど、ヤーベ一族っていうのは、その中でも、えー、悪い。 王家の一族で、結局、5次元にも6次元にも入れず、そのまま地獄に行っちゃったんですよね。で、そこを地獄だと思ってないんですよ。こう、地獄に生きてる人たちってのは、ピシャーチア・クンバンタとか、まあ人間のヤクザとか、あとヒラリー・クヒントンとか、ビル・ゲイツとか、えー、ジョージ・ソロスとか、ロッシャー・ロゲって自分たちは地獄から来てるとは思ってないわけでしょ。自分たちはヤーベを信仰してると思ったでしょ。だけど彼らが戻るのは地獄のエデンの園なんですけど、そこは普通の人から見ると地獄なんだけど、彼らにとっては天国なんですよ。 なんでかあって人を支配したり、奴隷がいたりとかするからなんですよ。で、このエデンのそのですね、はい。で、ヤーベが移住してきた時は、えー、ナミヘイさんヤーベ、まあちょっと一応、最初に、本名を言うと、アンっていうのはお父さんで、これがナミヘイさん。で、エンディルっていうのは、まあこれが、え男なんですけど、サザエさん的シーンにあるエンディルって男。で、この弟のカツオくんヤーベってのはエンキって言って、このエンキっていうのが、 えー、えん、シュメールっていうのは、えー、えキっていう名前なんですよ。もともとシュメールっていうのは、シュメール国家っていうのは、エンキっていう名前で、これは神の大地って意味で、エンキっては神の大地って意味なんですよ。で、えー、インナンっていうのがですね、その、ワカメちゃん選べるんですよ。だいたいこの4人がベースになってますね、はい。で、この、アンとエンリ、エンリルと、エンキと、まあ、ナンだいたいこの4人が中心で、地球に移住してきて、 で、大体地球の指導者はエンディルだったんですけど、サザエサイヤーベだったんですけど、この人は途中でえ人間を作って統治できないで嫌になっちゃって、見ながら死にしてやと思って帰っちゃったんですよ。で、この後エンキは自分で立ちで作った人間は可愛いんで、それで、えー、ノアだけ残して、バビロン王朝を作ったけど、またダメにして、で、その後、さらに証拠にもなく、えー、アブラハムを使ってユダヤ人って形で繁殖させたんですよ。で、それが現代に、またイスラエルに戻ってきたっていうのは、 えー、あれなんですよ。ですから、延期っていうのは、まあ、かつカツオ君、サザエサイカルい言ったらカツオ君の地位にあって、この延期が、ロスチャイルドや、えー、ビル・ゲイツや、えー、あれですね、ソロスの、ボスに、ラスボスとして延期がいますね、これね、はい。これが人間が好きなんですよ。エンディでは簡単にも、人間なんか見逃しにしようって言った時に、延期だけはそれを助けて、だいたいまだ、あの、地球を支配するゲームをやってるんですよ。で、ヤーベの文化レベルってのですから、えー、 人を支配してコントロールする。彼らには下脱っていう文化はないんですよ。で、自分たちを神って呼ばせるんですよ。神って。ですから、四次元の、えー、まあ、えー、四次元世界にいた時は、このお父さん、波平さんやべと船さんやべがいて、大家があったんでしょうね。そこにもやっぱり大家があって、このアンっていうヤーベと、またお母さんやべがいて、そこが大家があって、そこにやっぱり奴隷的なものがいたんでしょうね。奴隷やべがいたんでしてね。で、そこから、戦、え、団、ー、を引いて、 最初地球に移住してきたんですよ。で、自分たちの神と思ってんですよ。まあ、宗教なんだら今日みんな神って言いますね。ですけどみんなあんなレンチャンインチのもう、あの、レプタリアンですね。霊能者が見ると。で、移住してきて、最初はお父さんやべもいたんですよ。ナミヘイさんやべもいて。で、カツオ君やべもエンディルもいたけど、で、下ぱの神々って言うんですか要するに奴隷もいたんですよ。で、その人たちが、いろいろ考え工事とかダム作ったり、農耕一族なんですよ。農耕一族。 あと、羊を飼ったりする、牧畜やってるんですよ。農耕と牧畜とビールの作り方は、ヤーベが伝えたんですよ。で、この、カツオ君ヤーベの演技は、あの、ビールが大好きで、いつも酔っ払ってるんですよ。で、最初、考え設備とか農耕のいろんなところ、ものを、えっ、ー、と、ぼしてたら、この下っ端ヤーベたちが怒り出して、俺たちはこんなの嫌だって言って、ですから彼らっていうのは濃厚、濃厚とか、牧畜で、それを食べて、そして体制、体勢、 男性と女性で交尾して子供生まれたんでしょうね。そういうですから、あの、そういう存在なんで、えー、爬虫類が子供を抱いてる、あの、像がシュメルザにありますね。はい。ですけど、彼らは多分人間に対しては人間の姿を見せてたはずですね、テクノロジーで。ですけど、霊能者みたいなのが見ると、えー、ハン・ヤーベなんか言ったんでしょうね、当時も。見ると、あれは、違う、地球人の形じゃなくてレプテリアンだとかって見たんじゃないですはい。 で、この人たちは、ですから、下脱の文化もないから、下脱して、えー、如来の弟子になって、ビッグマンを起こす、菩薩になってんだ、あちこちにビッグマンを起こすっていう、そういう政法の文化はないんですよ。英知の文化はないんですよ。ですから、地球に移住してきて、それで、えー、奴隷やべたちが反乱を起こしたんで、その代わりに人間を作ったっていうのが書いてありますね。で、最初、エデンってところのモデルになる街があって、それで最初、5つの街を作ったって言うんですよ。で、各やべたちは5つの街の、 えー、指導者になってって、これが、えー、重大天使、重大天使とかの発祥ですね。で、ヤーベはそれぞれの町を統治してたんですよ。で、自分のジグラットっていう、あの、宮殿を作らせて祀らせたんですよ。神として自分たちを。で、この町ごとに、その、統治したヤーベが自分の町の住人に、えー、いろんなことを教えて、で、だんだん戦争が始まって滅びしちゃったんですよ。はい。で、人間を作ったですね、経緯っていうのも書いてあって、最初に、 えー、人間フっていうのが女性が人間を作ったんですけど、手を広げたらそのまま閉じられない、えー、まあ障害者を作ってしまったと。で、延期っていうのがその後、えー、5段階の人間を作ったんです。最初の人間は、えー、耳が聞こえなかったんだっていう。あ、目が見えなかったんだっていう。で、その人間には音楽を教えたんだっていう。ミュージシャンになったっていう。で、次は足の不自由なものを作ったんだっていう。作ってしまったんだっていう。 で、この人間は、えーえー、職業があったかわからない。あの、石が削れちゃってて読めなかったんですよ。で、4番目に作ったのは、えー、トイレを我慢できないもの、人間を作っちゃったんですよ。だけど、これはあの、改造して、えぇ、ー、アクルを追い出して普通の人間にしちゃったんですよ。で、5番目に作った人間は、子供を産めない女を作ったんですよ。ですけど、この子供を産めない女は、えぇ、ー、木崎の家、自分の奥さんの、奥さんやべの家の、えー 使用人にしたって言うんですよ。で、最後に男でも女でもない人間を作ったらしいんですよ。これを観覧にしたって言うんですよ。観覧にしたって言うんですよ。はい。最初ですからいろんな障害者の人間を作ったけど、それはですから観覧とか、えぇ、ー、妃の絵の使用人にしたり、えー、目の見えない人間は音楽をミュージシャンにしたりして、それで自分たちの使用人にしたっていうのが書いてありますね。で、その後ですから、えー アダムで、あの、一応完成した人間ができて、そしてイブを作って、使用人にして、エデンを耕したり、えー、使用人にしたんですよ。はい。こういう話ですね。ですから、えー、それとこのシュメールの神話には天地創造すかなんでビッグバンが起こったのかってのは書いてないんですよ。ですからやっぱり、えー、彼らはビッグバンの起こし方わかんなかったんでしょうね。はい。えー、それでですね、えー、 このエンリルっていうのは非常に冷徹な、まあ、サザエさんヤーベに当たる人ですけど、人で、もう人間が戦争ばっかり起こしちゃうんで、あと、ヤーベたちも、シっッパヤーベたちが人間の女の子が可愛いから、えー、結婚して子供も作っちゃうと。で、戦争起こしたりするんで、もうシュメール文明ごと6000年もあるから、もう何回か洪水で流してるんですよ。こっちの悪いエリアを流してしまったり、あっちを流してしまったりして、なんとか6000年もたしたんですよ、10代。みんな大体、 みんな大体ですね、当時の、えー、人間は900歳ぐらいまで生きてたんですよ。それで、ノアのですね、えー、ひいおじいさんの、えー、人間は、あの、いや、非常にいい人で、人間を統治する非常にいい人で、まあ、ダビデロッサイドとかこういうのにあったんでしょうね。ロッサイド時にあったんでしょうね。この人はヤーベの宇宙船に乗せてもらって、いろいろ地球のいろんなところに連れてもらったり、宇宙を旅しても,旅させてもらったり、いろんな、ヤーベ、今もヤーベの4次元の、えー、お父さんヤーベの世界にいて、そこに使えてるみたいですね。 ですから、この、えー、ノアのひいおじいさんは、エノクって言うんですけど、この人は今も生きてるって言われてるんですよ。ですから、四次元の、に、今も生きてるんですよね。で、文系のヤーベの延期は、えー、地球にエデンのモデルを作って、エデンに、ユダヤ人たちを最終的に集めて、地球を支配して、それをそのまま四次元の、えー、エデンに、自分の新しい文系の家にしたいんですよね、エデンを。で、本家のナミヘイさん家はまた別に四次元にあるんですよ。わかりますこれ。はい。 で、延期っていうのは、今度地球移住団を引いて、今度地球を支配しようっていう、こういう計画がですから、アブラハム以来、アブラハム以来、3600年前、3600年、紀元前千六1600年なんで、3600年間、アブラハムを通して、この計画を続けてるんですよ。その最終段階が今来て、知らされた、ですから、延期やべ、カツオ君やべっていうのも、 自分たちのユダヤ人に10回って言って、人を殺すなとか騙すなとか、お父さんお母さんを大切にしろとか、俺だけを拝めって言うんですけど、結局ユダヤ人たちも、ヤーベのことバカにしてるんだよ。お前は、ヤーベ、お前は俺たちのことをこんなひどい目に合わしといて、なんでお前が神なんだとか、ほとんど実際にはイス,イスラエル人って、ヤーベ嫌いな人たくさんいるんですよ。だけどその中でもなんか、ヤーベを信じてる人もいっぱいいるんですけども、そういう関係なんですよ。で、ヤーベを信じないものが、えー、マルクスとか、あと、 10回の逆を作ったりして、で、共産主義を作ったりしてますね。でア、えー、アインシュタインもヤーベ信じてないんですよ。彼らは絶対ビッグマンを起こした想像者じゃないって分かってるから、自分は勝手にあの宇宙の始まりを探求してるんですよ。この流れが本当の仏法の西法の流れになってるんですよ。はい。ですから、ヤーベとの人間との根血時がいても、その人たちもヤーベを、えー、の十回に従わないで、ヤーベ嫌いな人もいっぱいんですよ、イスラエル人も。だからこそ最後にハルマゲドを起こしたヤーベの力を見せつけて、 より多くのイスラエル人を自分に経営させてそしてそのまま四次元のエデンに持っていきたいんですよで波平さんヤーベのヤーベ本家の横にエデンを作って発展させたいんですよこういうとこですね大体ヤーベの計画ってですから四次元から、えー、この地球に来ることもできるし生まれ変わって5次元から来ることもできるし6次元から生まれ変わって来ることもできるしですからテクノロジーのあるものはそのまま、えー、来ることもできるとはい ですから、ヤーメがもともといた他の、えー、生まれた世界っていうのは、ここにあるように人間型じゃなかったんでしょうね。多分人間型の宇宙じゃなくて、世界ではなくて別な世界からこの人間型のブッダの世界に来たんでしょうね。で、彼らっていうのはこの中心にいるこれ菩薩ですね。微子の菩薩ですね。この人はもうビッグマン起こし方が分かってあちこちの世界を作ってるんですけど、そこまで行かないで余人に救ってる、ほとんど、えー、支配するっていう感覚しかないような、 えー、四次元の、えー、魂ですね。はい。で、それは五次元に来る、あ、三次元に来るテクノロジーを持ってるんですね。はい。はい。大体こんなところですね。ヤーベ一族の構成と地球に来た理由は移住ですね。で、自分たちの支配する新しい文化のエデンを作りたかったと。本家のナミヘイさんの王国ってのは四次元にあって、そこはうまくやってるんですよね。奴隷使いながら。で、このヤーベと奴隷の関係っていうのは、資本家と、あの、 労働者とかの関係になってんですよ。発祥になってるんですよ。ユダヤ人の。で、そこから移住してきて、最初お父さんヤブもいたけど、それは帰っちゃったと。えー、サザエさんヤブも帰っちゃって、今、エンギヤーベ、カツオ君ヤーベがユダヤ人を通して世界を今支配しようとしていると。その下にいるユダヤ人がダビデロスサイルとか、えー、ビル・ゲイツとか、えー、ジョージ・ソロスですね。で、文明の終わりには絶対にその惑星全体を統治できるからのテクノロジーがあるんで、でんでそれを最後の時に、 使って他の民族も支配しようとしてますね。はい。で、まあ、いろんな民族もいらないのは、ダメなのは処分して、最後に残った民族全部を自分に従えて、で、え千年王国って四次元のエデンに持って帰ろうって、そこで自分たちもお父さん、ナミヘイさん、ヤベたちみたいな王国を築こうとしてんですね。はい。まあ、これ大体四次元にいても、大体い,い自分のことをみんな五次元と思ってるんで、はい。まあ、スウェンデンボルグは見たいっぱい、 五次元世界にいろんな世界があるうちの一つと見てもいいですね。王国ですね。はい。いろんな世界があるって言いますけど。はい。で、移動してきて、三次元移動してきて、えー、元になる、この三次元世界でエデンの元を作って、それをそのまま、四次元のエデンにして、波平さんの国と自分と独立した国を建てたいっていうのは、この活動国の演技の目的ですね。はい。まあ、シュメールの進化調べると、なんかこういう、 一つの、えー、ストーリーが出てきます。はい。まあ、全部は全部ぴったりは来ないかもしれないけど、大体こんなところですね。地球に移住してきます。来ていますね。で、貨幣経済と、あと農耕と、あと、牧畜、肉食とか、パンを作って食べるっていうのは、彼らの、それ、食事経済ですね。あと、体質性。子供から子供が、人間から、肉体から子供が生まれるっていうのは、彼らの、えー、生理能力ですね。はい。このあたりがですから土台になってますね。はい。ですから、このあたりから考えると、やーべってだんだん分かってきますね。はい。今日はかがですとも。 bye <laughs>